8月2日金曜日、ダイアンスポーツ公園体育館で門筆の学年日本一を決定する第43回全国学生書写書道展の三重地区決勝大会が開催されました。これは文字文化の発展と伝承、書く力の向上を目指して全国書写書道教育振興会が実施しているもので、全国24カ所で開かれた決勝大会の一つです。この日は日本一を目指し6月の予選を通過した小学生から大学生までおよそ100人が参加しました。学年ごとに決められた課題の文字を制限時間20分の中で2枚清書し、うまく書けたと思う方を提出して、文字のバランスや美しさなどが総合的に審査されます。参加者の中には今年開かれた第35回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会の皇室の部で全国1位となる日本武道館大賞を受賞した高校1年の坂田修人さんや、同じ大会で皇室学年日本一と門筆でも上位入賞を果たした中学3年の瀬木ゆずさん、また皇室の部で特別賞を受賞した小学5年の岩花ひなさんの姿もあり、今大会での入賞を目指し課題の文字を書き上げていました。猛暑の中、暑さに負けず集中しながら丁寧に筆を進めていた参加者の皆さん、大会運営委員長を務めた鈴木節子さんは、大会を通して文字の上達はもちろんですが、礼儀作法や優しい心を持った人間に成長してほしいですと参加者に言葉を送っていました。特に後ろの人を高く上げてください。この三重地区決勝大会の中から学年日本一が出ると嬉しいですね。